ね、オンエア中ここがオンエア中か、あ、そうなんですね、だからね、あ、先生見える見える見える見えます、今モニターこっち引き上げちゃったから見えないから、ね、タイムラグがあった、あの今あの、うん、僕の方で僕の iPhone から見てます、うん、はい、そうなんですよ、ここにモニター置いとくと楽なんですよ、コメントもと拾いやすい、ね、そうですね、これは何で見えるんですか、これは iPhone のショールームの映像です、ショールームですね、今日女性が来て一応なかったらテンションここで急激に下がる。サバサバもあんなに盛り上がらなかった。男ばっかりなんだよみたいな。一応こうやるよ。一応小顔一応小顔じゃあゆういちさんはあれですもんね、毎月ゲストですからこれからね。月一でいらっしゃいます、ね、毎月ジミさんのゲストで観光大使やります。楽でいいけど、なんかね、すごい危機感がある。今に乗っ取られる感じ。この乗っ取られる感。最近ちょっとジミーさんやられ気味だから。前回はこの前は。そうだったね、この前もそうだったよね。前回アキラさんの時すごかったっすよ。じわじわやられる姿がね、面白かった。やばいです、もうね、なんかね、ものすごいボディーブローでの切り口。サンバサンバ。もうダメ、目に出てくるこれ。ちなみに、アキラさん、他の番組も出たいって言ってたんで。あ、本当ですか。はいはいはい。じゃあ、あのね、毎週でしょ、あの、乗っ取られ感をみんなで味わってもらうから。みんなじわじわやられてる。なんか焼けちゃうから、元気になってる。元気じゃん。ブラジルの人たちとやりたいんですよね。あのブラジルフレッシュでやるよ。こないだのズブズブです。今日なんか多いんですけどね、あのシャッター数が。せーの、サンバー。ありがとうございます。今日やめようか編集後期。サンバもう疲れた。サンバサンバ。今日はこんな感じ。暑いすもん。暑い。暑い。ステップがね入らなかったな感じだね。そうですね。なんかサンバの